はようございます、釣りこう TV です。ジャッカルからライザーベイトの004、これがついにですね発売されてましたよ。店頭に並んでいて、まずはですね007から出て008、ちょっと大きめのが出て、ついにですねこの004番も出たということで、このサイズはまあバスにも結構効くんじゃないかななんてことで、アナウンスであのイワナとか海の小型回遊魚なんかにいいよっていうことでプロモーションされてましたけども、ぜひねあのワカサギ追いのバスとか、ああいったところにもちょっとぶち込んでみたいななんて思いまして買ってきてみました。で買う時にですね嬉しかったのが、じゃじゃん、ちょっと兄貴分たちのライザーベイトに比べるとこれ安かったですね。1170円、税抜きっていうことで書いてありまして、他の、兄弟たちがですね2000円に迫るぐらいの価格だったので、1個1170円で買えるよってのはちょっとなんか得した気分、もうちょっと高いの同じぐらい、まあ2000円近くするのかなと思ってたんで、この価格は若干嬉しい感じですね。ではですね早速パッケージの方を開けていきたいと思います。ね、どんな感じでしょうか。はい、あこうがこういう感じで束ねられてまして、わーちょっと手に取ってみると思ったよりやっぱちっちゃいですね。こんな感じで、でピンク色のイワシみたいな色買ったんですかね。これはピンクバック SP という風に書いてあります。まあちょっとイワシっぽい、こういうドットが入って、背中がこんな感じのピンク、どちらかっていうと007より、008風な、ちょっとまあでもその中間ですね。全くあんな、デフォルメされた感じでもないんですけど、007ほどスーパーリアルシェイプってわけではなくて、結構このずんぐりぶっくりしたボディなのかなってのがちょっと初めて触った感想です。でやっぱりずっしりきますね。これはちょっとしたちっちゃいメタルジグ持ってんじゃないかっていうぐらい手元にずしっと、重さがきます。で機体のライザーリップですよね、こんな感じでキラリンとついてます。で他のライザーベイトの動画を上げた時にご質問なんかあったんですけど、ここにはあのスナップとかスプリットリングつけた方がいいんですかなんていうご質問ありましたが、まあこういうちょっと硬い、まあでも全然なんていうか鋭いわけではないんですけど、これに直接糸を結ぶってのはないかなと思うんで、で海釣りとかって結構スナップを使うってのが本当主流なんですよね。みんなルアーをパカスカパカスカ交換して、そのレンジを釣れるレンジを探っていくっていう意味で、どちらかっていうとブラックバスよりもこのスナップを使うってのがすごい一般的なんですよね。でこれも海の小型のメバルとか狙うの想定してる、小型回遊魚狙うの想定してるっていうことなんで、最初このスプリットリングはついてないんですけども、小型の、動きのいいスナップをつけて使うっていうのが、設定じゃないかななんていうふうに思います。で針はやっぱ小型ルアーに合わせて結構小型ですね。ただめちゃんこ鋭い針が前と後ろに2個ついております。で色結構選べたんですけどね、こうまあ何というか視認性がいいって遠くでも見えそうだなと思って、この派手なピンクバッグ買ってきたんですけども、ちょっと説明書き、あ004、結構この上のところは一緒のことが書いてあるんじゃないかなと思うんですけど、下のところにこの004に特化した説明があるので、ちょっと読んでいきたいと思います。004、手話から狙うメバルや小型回遊魚がターゲット、遠投できるためライズがあちらこちらで起こる状況でも広範囲を効率よく探ることができる、リトリーブスピードやロッドワークでトップから水面下までレンジコントロールがしやすいのも特徴、ロングキャストしても表層をキープできるアイテムがライザーベイトだけといっても過言ではない、その圧倒的な優位性を体感してほしいということ、あ下に書いてありましたね、
ルアーの性能を 100% 引き出すためにルアー接続にはスナップを使用してくださいということで、あのスナップは、ぜひもんで使ってくださいというふうに書いてあります。で、まあどこで使おうかなっていうところなんですけど、あの亀山ダムとかで、あの最近流行っていたホローベリーとかですね、あとライクとかを使ったような小さなワームをピシ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 って泳がして、でワカサギとかオイカワ狙いのバスを狙う、はい、まあ、ちょっと今もう11月でそういったボイルあんまり見えなくなっちゃったんですけども、来年にかけてですね、ちょっとその春先から餌を活発に追うようになった亀山バスとか、まあ、ダム湖のバスを狙う時にこの大きさで、ですごい飛んで表層をキープできて、でトリプルフックが2個ついている、もう間違いないんじゃないかな、うん、もうすんごいとめちゃんこ飛びそうなんで、そういう時に使おうかなって。あとはあの結構小型回遊魚の釣りっていうのも好きですからね、あのメッキ釣りとか、チャンスがあればあとカマス、夜のカマス狙ったりとかですね、いろんなところへ投入していきたいと思います。また結構ですね、多分ワンオクにもシーバス居残り組が明かりの下にいてくれてるはずなんで、そういったところでもまずはですね、どんな感じで釣れるのか試してみたいななんていうふうに思うんですけどね。まあ、ちょっと重さの方も測っておきますね。はい、じゃあこちらジャッカルの新しいライザーベイト004番、これは何グラムでしょうか。はい、5.5グラムっていうことで、ただですね、こうかなり持った感じずっしりと体感的には感じるのと、あとやっぱ他の兄貴分たちの007番008番とか使って思うんですけど、ね、この形がいいんですかね、このリップが別に空気抵抗にならないでこういうところについてますし、弾丸みたいにピャーって飛んでくんですよね。なんでこの004番もまあまあ、カットむんじゃないかな。で、そうですね、ちょっとこれ買ったことによって今まであんまり、やっていなかったですね、メッキ釣りであるとか、あとカマスなんかにも良さそうなんじゃないかな。まあうちの近所だとまだシーバスが居残り組が結構いますからね、あそこら辺狙っていくのにいいんじゃないかなって。まあ一個買ったことによってあれやってみたいな、これやってみたいななんて、ちょっと新しく、ね、狙ってみたいのが、いっぱい頭にポコポコポコって浮かんでくるような、そんなルアーじゃないかなっていうふうに思います。まあなんかずんぐりぶっくりして結構可愛いんですよね、こうマイクロポンパドール的というか、なんか、007番ってもうガチで釣るぞみたいな、なんかすごい面構えで、もうザ・ワカサギオア・オイカワみたいな感じでしたけどね、これはちょっとあのずんぐりっとしてるんですけども、なんか実力は結構ありそうだな。まああとこのライザーリップで本当ちょっと今3種類出てますけどね、これで人気が出て本当あの013番とかですね、でっかいやつとかなんかも展開してい、ったら面白いなって期待してるんですけど、まあちっちゃい方でいったらこの004番あたりがとりあえずは最初一番小さい方になりそうですけども、ね、この003番とか002番とか作るのも大変そうですからね、とりあえず小さい方はこの003番を持っておけば資格がないんじゃないかななんていうふうに思いますんでね。まあというわけで、本日の釣り子 TV はですね、この新しく出た、ライザーベイトの004番、これが、釣り具屋さんに並んでいたから買ってきたって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。